バリオンとは、三つのクオークから構成される、アゲンシ粒子である。素粒子物理学の標準模型では、ハドロンの一種である。重粒子とも言う。バリオンは、三つのクオークから構成されるハドロンである。ハドロンの重要な二つのグループのうち一つで、もう一つは一つのクオークと一つのンクオークからなるメソンである。バリオンとはギリシャ語のベアリスに由来する。 この名はバリオンが、かつて素粒子と考えられていた、バリオン、メソン、レプトンの中で最も大きな質量を持つことからついた。バリオンは強く相互作用する、フェルミ粒子である。言い換えると、強い核力を受けていて、パウリの排他原理に従う全ての粒子に適用される、フェルミディラック統計によって記述される。これは、パウリの排他原理に従わないボース粒子とは大きく、 異なる。日本語では、重粒子と呼ぶこともあるが、現在では素粒子物理学者が、重粒子と呼ぶことは、ほとんどなく、英語名のまま、バリオンと呼んでいる。医療分野では、陽子より、大きな質量を持った、原子核からなる4線を、重粒子線と呼ぶが、バリオンとは異なる。バリオンは、構成するクォークの組み合わせのほか、アイソスピンアイ、アイソスピンの Z 成分、イズ、 全角運動量のパリティ成分 JP などの量子数で区別される。なお、クォークの色は、グルーオンの交換により頻繁に交代するため、個々のクォークの色ではバリオンを区別できない。バリオン80項。Q は電化、S はストレンジネス。バリオン1 0項。アップクォーク、ダウンクォーク、ストレンジクォークからなるバリオンは18種類あり。 JP イコール1、2のバリオン80項と JP イコール3、2のバリオン1 0 0項に分類される。それらは、最も軽い各種 N をはじめ、デルタ粒子、デルタ、ラムダ粒子、ラムダ、シグマ粒子、シグマ、具材粒子、臭い、オメガ粒子オームと呼ばれる。各種とデルタ粒子以外はストレンジを含み、ハイペロンと総称される。名前をつける際、原則として、 アイソスピンの成分では区別しない。つまり、アップとダウンは区別しない。記号では電化で区別する。例えば、デルタ粒子は、デルタ、デルタ、デルタ0、デルタの4種類のバリオンの総称である。例外として、各詞には、N と N0 の2種類があるが、それぞれに、固有の名前と、記号、つまり、王子 P と中性子 N がある。バリオンの JP には1、ニット3、2があるが、 名前では区別せず、JP イコール3、2の方の記号にを付ける。例えば、シグマ粒子には、シグマ、シグマ0と、シグマ、シグマ0がある。ただし、JP イコール3、2しかない場合は、オメガ粒子オームのように何も付けない。例外として、各紙に対応する、JP イコール3、2のバリオンには、デルタ粒子デルタという固有の名前と記号がある。 アイソスピンアイが異なるバリオンは、アップ、ダウン、ストレンジのみで構成されたバリオンでの中では、ラムダ粒子ラムダ0と中性シグマ粒子シグマ0のみで、別の名前がついている。チャーム、ボトム、トップを1個含むバリオンは、そのクオークの代わりにストレンジを含むバリオンにチャームド、ボトムトップをつける。例えば、ラムダ粒子ラムダ0に対し、チャームドラムダ粒子、 ラムダ C のようにする。複数個含むバリオンは、例えば、臭い粒子臭い0臭いに対しダブリーチャームド臭い、粒子臭い,臭い CC 臭い CC、チャームドボトム臭い粒子臭い CB0、臭い CB のようにする。全部で数十種類のバリオンが発見されているが、そのほとんどはせいぜいチャームを2つかボトムを1つ、含むだけの、比較的軽いバリオンである。 標準理論ははるかに多くの重いバリオンを予想する。主なバリオンについての一覧を以下に示す。アイドルマン、S、エセトール、レビューオブパーティークルフィジクス、サイズ、レッド、B592、15、ドイ、10.1016、JF イフィジル TV、2004.06、001。ありがとうございます。